ますので、よろしくお願いします。じゃあ、はじめ、鵜飼さんの方から、堀さんの紹介など含めてお願いしたいと思います。あ、こんにちは。こんにちは。ウクライナ・ロシア戦争と世界の未来を考えるということで、始まりました。で、まあ、毎回その大変素晴らしいお話が伺えているということは今、卓一さんが言われた通りなんですけれども、まあ、同時にですね、1年後にまだこの講座を続けなければならないということはやっぱり大変それ自体戦争が続いているということで、苦しい思いとともに、まあ、この講座をやっぱり続けていかなくてはならないというふうに、まあ、考えています。それで、今日のテーマは、現在ロシア・ウクライナ戦争における原子力の位置と国際原子力ロビーということで、この講座では2回目に、呼びかけ人の一人である、日本チェルノブイリ連帯基金事務局長の神谷貞子さんと、元兄弟原子力研究所長の、小出弘明さんに、当時ですね、戦争が始まって間もなくチェルノブイリ、原発が、ロシア軍に占拠されるという事態が起きて、一体この、原発原子力の問題とこの戦争の関係って一体何なんだろうかということは、私たちが最初に大きな疑問を持ち学びたいと思った事柄でした。でその後、1年が経つ中で日本では、この点についての情報必ずしも多くありませんけれども、だんだんと、この戦争の原因とは言えないまでも背景ですね、背景として、ソ連邦崩壊を、どのように、この地域で、原子力の問題が、取り組まれてきたのかということが、非常に深刻な形であるということが、見えてきました。それでそのこととですね、今日講師にお招きしたコリン小林さんは、チラシにもありますように、1970年という非常に早い時期に、フランスに移住されて、とりわけチェルノブイリ、原発事故以降、フランスで、反原発運動、反核兵器の運動をですね、中心的に日本人のグループで担われてきた方です。それで、今日は、このウクライナの戦争というのはやっぱりヨーロッパから見えてくることと、日本で見ていることとだいぶその、見えるものが違うと。それはやはり今年の2月に3年ぶりで私は仕事の関係でフランスに行く機会があったんですけれども、改めて痛感し、またコリンさんとも再開してそうした問題についていろいろとその議論を重ねてきました。で今日は、コリンさんにですね、このロシア・ウクライナ戦争におけるで要するに原子力の問題、ロシアが核兵器を使うんじゃないかということはもちろん非常に深刻な問題ですけれども、それだけではないエネルギー問題としてのやっぱり原子力問題がどんなふうに、この戦争の背景でにありですね、そしてこの1年の戦争の過程の中でどういうふうに、その状況が変化してきたのかということについて、国際原子力ロビー、国際的な原子力に原子力原発に関わる人々のネットワーク、これも日本ではあまりよく知られてないわけですが、もう一緒に福島原発事故の後のさまざまな、日本政府の政策というのは、ある意味国際レベルで決まっちゃっているところがあるわけですね。でこうしたことにコリンさんいち早く気づかれて、その問題を
に警鐘を鳴らされてきたということもありですね、まあ、そうした問題とのこの戦争の関連も含めて、たっぷりお話を、伺いたいと思っています。でこれから1時間ちょっとコリンさんにお話をしていただいた上で、その後、小出さんからコメントを少しいただいて、でそしてその後休憩をして、まあ、第2部進みたいというふうに思っています。はい、それではコリン小林さんよろしくお願いします。今鵜飼さんからご紹介いただきましたコリン小林です。どうぞよろしくお願いいたします。私は1970年にフランスに1年のつもりで留学した、まあ、団塊の世代の人間で、1年だけいるつもりが、1年では足りない、もう1年と思っているうちに根が生えてしまって、ついに今日まで53年目になりますけれども、フランスに定住しております。まあ、連れ合いがフランス人なもんですから、当然毎日フランス語で喋っていて、今日私はパリ長く50年以上住んでたんですけども、パリから離れて、ブルザンという田舎の町に住んでまして、そのためにほとんど日本語を話す機会がないので、今日も終わりまで真っ当な日本語で喋りきれるかどうかちょっと心配なんですけども、どうぞよろしくお願いします。松本に来ましたのはもちろん鵜飼さんという親友がいるからなんですけれども、私は父母が長野県諏訪郡富士見町信濃境という小さな駅の富士見町に住んでおりまして、祖父もそこで生まれて代々そこで百姓をやっていたということなので、まあ、非常に長野県とは親しみを感じているわけなんです。今日はずっと原発の話をここ東京に着いてから東京で1回、福島で1回、そして、もう一度東京で1回やりまして、今日松本なんですけれども、この後も大阪、京都、そして名古屋で、あと3回も同じような話をしていきますけれども、それで、パリに戻ります。では、ちょっと疲れもあるので座って話させていただきます。はい、ですから今日はロシア・ウクライナ戦争を考える会の主催ということで、その戦争の枠内における原子力の位置と国際原子力ロビーということでお話したいと思います。今日の報告内容は、ロシア・ウクライナ戦争における原子力の位置と国際原子力ロビー、そもそも原爆と原発は何なのかということなんですけれども、そのことについて、そしてソ連以来のウクライナの原発事情、ロシア・ウクライナ戦争の中でウクライナの原発に起こったこと、戦争中のフランス、EU とロシアの陰微な関係、そして最後に国際原子力ロビー、そもそも論ですけれども、もう分かっている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、国際原子力ロビーとは一体何なのか、 IAEA、 ロスアトム、ユーロアトム、 NEA、 こういった組織の集合体ですね、こういったものが何なのかというお話をしていきたいと思います。まず初めに簡単な自己紹介をさせていただきます。私の出発点は造形美術で、美術をやっていたんですが、まあ、美術だけでは飯を食えないので、さまざまな活動をするようになりました。まあ、書籍本を書くこと、あるいは翻訳をして本を出すこと、こういった作業、また絵画の作品で1991年から92年に放射性核種をテーマに作品を描いたり、まあ、インスタレーションで原爆のストーリーを作ったりしました。まあ、あと写真とか映像の仕事もしていますが、現在は
写真の仕事、ビデオの仕事を継続していながら、まあ、著述やジャーナリズムの仕事をしています。まずそもそも原爆と原発という2つの領域があたかも今日では全く違った領域のように話されていますけれども、基本的には原発と原爆は全く同じコインの裏と表に過ぎないということで、ウクライナというのは原発大国で世界でも最も有数の原発大国ですね。そういった意味でたくさんの原発があるわけですけれども、もともとこの原爆と原発という問題は戦後戦争中に広島長崎で落とされた原爆が当然大きな引き金になっているわけですけれども、フランスで最初に作られた軍事用のプルトニウム生産炉 G1 という左側に写真がありますけれども、 G1 これは1958年7月21日に作られた原子炉ですが、核兵器を作るためのプルトニウム生産炉なんですね。この G1 は発電もできるように製造されています。フランスの南部マルクールという軍事用の核施設で作られております。原発と原子炉とプルトニウムの生産炉とは基本的構造はほとんど変わらない。ウラン238に中性子を吸収させてプルトニウムを作り出すものです。民生用の原子炉は原線用の動力炉 PWR 加圧型給水炉の転用から生まれたものです。いわゆるアメリカのジェネラルエレクトリックスが作っているマーク1、マーク2という原子炉、福島第一 原発に作られた原子炉はこの原線用の動力炉を転用して開発されたものです。またフランスの高速増殖炉計画は軍事用のプルトニウム生産と民生用の発電を同時に行おうとするものだったんです。ですからあたかもこのスーパーフェニックスは高速増殖炉として民生用のいわゆる日本で言われるプルサーマルの大きな役割を果たす原子炉として作られたと言われていますけれども、実は軍事用のプルトニウムを生産する役割を担っていたわけです。ですからアイゼンハワーのアタム・フォー・ピースという1950年代の国連の総会で宣言されたアトム・フォー・ピース平和のための核利用は核実験、核兵器を隠そうとする依然的な表現に他ならないというふうに考えてほしいと思います。この原発と原爆がいかに一緒であるかということを如実に明確に表現したのが2022年2月11日フランスのベルフォールというところでマクロン大統領は、フランスの大統領は演説しましたけれども、その時の発言の一部を抜粋して私は訳しましたが、民生と軍事の両方で生産能力を高めることができます。一方は他方なしには存在しえない。民生用の原子力がなければ軍事核もなく、軍事核がなければ民生用の原子力もない、とこういうふうに言ったわけですね。もう明らかに軍事と民事は同じことだと、核に関しては全く同じことだということをはっきり言ったわけです。まあ、ちょうどウクライナの戦争が始まりつつある時期において、このフランスの核兵器を所有している能力、このことをやっぱりはっきり、メディアに対して表明することが一つの彼の目的だったのではないかと思います。ウクライナの原発事業についてご説明します。ウクライナには現在4つの原発に15基の
原発が作られておりまして、そのうちザポリージャの6基すべてが現在は停止中です、ありますけれども、原子炉すべてロシア製の VVER という軽水炉です。で、ウクライナですからフランスと同様に原子力大国でありまして、原子力シェアは 55% という高いパーセンテージを示しています。右側の下の方、右側の下の方の青く黄色い地塗りのところではないところがロシアに占領されつつあるところで、まあ、クリミアもはすでに占領されてますけれども、ロシアの侵攻が目立っています。ウクライナの原発事情、歴史的に見れば旧ソ連では原爆用のプルトニウム生産炉をウクライナのチェリビアンスク、ウラルのチェリビアンスク、このチェリビアンスクという都市は極秘都市40という番号で長い間呼ばれてきて名前がなかった都市です。この町に建設されて1948年6月から操業を開始し、実用規模では世界最初の原子力発電所を1954年6月から稼働しております。1970年に最初の原子炉より出力の高いチャンネル型黒鉛原子沸騰軽水冷却炉 RBMK1000 という原子炉を建設しておりまして、この原子炉を旧ソ連は一般的に多く使用して、東欧圏でもこの原子炉を使ってきましたけれども、現在ですからチェルノビリもこのタイプの原子力だった原発だったんですけれども、 RBMK のあとロシア型ガス水型原子炉 VVER が1970年に開発されましたが、その後第2第3世代の原子炉が作られています。この軽水炉は1970年以前に開発はされてきたんですが、実際に使われるようになったのは最初申し上げた RBMK1000 という原子炉のタイプの後に作られたもので、現在 VVER1000 は75年以降に作られ、ウクライナの古い原発はこのタイプなんですが、新しいものは VVER1200 が今日建設されるモデルとなっています。現在のロシア国営原子力企業ロスアトムはこのタイプの原子炉をエジプト、バングラデシュ、トルコ、中国などに建設しようという計画があります。ウクライナの原子力原発導入は1970年代からで、原発の大半は1980年代初頭から後半にかけて稼働され、チェルノビリを除くとロシアタイプの新しい VVER 軽水炉となっています。ウクライナの代表的なヨーロッパでも最大の原子炉といわれるザポリージャ6号機だけが90年代に完成しました。フルメッキ原発は1、2はもう40年以上経っていますけれども、3、4号機が90年代から建設が始まっていますが、工事が中断していまして、ウクライナ戦争になったためにウクライナはロシアとの契約を破棄して建設計画を中止し、この計画の続行はウェスティングハウス、アメリカの原子力企業に委ねています。ゼレンスキー大統領は原発の近代化を図ろうとしています。すでに2006年になるや2030年代を目指して6基の原子力建設計画を立てています。1994年のブダペスト覚書によれば、ロシアがウクライナの原発開発を担うことになっていました。20年以上ウクライナに原発の運転保全から核燃料から提供してきたロシアにとっては、ウクライナがアメリカ寄りになったことはロシアにとっての大きな不満材料となっています。まあ、そのためにこのことがウクライナ戦争の一つの原因でもあると言われているわけです。2014年ロシアがクリミアを併合しました。
同年4月11日に米ウェスティングハウス社はウクライナエネルゴアトム社と2008年に締結した燃料供給計画を2020年まで延長すると発表しまして、さらに2018年に2025年まで延長することにしております。現在7基南ウクライナに2号と3号、ザポリージャの1,2,3,4,5 まで5号まで、それにリウネ3号機がウェスティングハウス社の核燃料を使用しています。ロシア・ウクライナ戦争の中でウクライナの原発に起こったこと、2022年2月24日ロシア軍による侵攻直後にチェルノビリ原発サイトの占領ということがありました。約200人のウクライナ人技術者と作業員は規格が許されないまま極端に困難な状況で設備の安全管理をしなければならなかったわけです。25日間のロシア軍の滞在後解放されましたが、チェルノビリの送電線は2度にわたって破損され、非常用ディーゼル発電機でなんとかカバーしております。ロシア軍が1000名ほどこのチェルノビリのサイトを占拠し、ある軍団は放射能汚染の最も高いといわれる赤い森にとどまり、野営し地下壕を作り、中に台所まで完備したような状況で、彼らは赤い森がいかにチェルノビリの事故によって汚染されているかということを知りませんでした。3月30日彼らは撤退しましたが、軍人を乗せた医療バスがベラルーシのゴーメル放射線医学センターに何度も行き来し、兵隊たちの被爆検査を定期的にしたと言われています。立ち入り禁止地域に陣取った若い兵士たちは86年のチェルノビリ原発事故のことさえ知らないと言われています。4月1日イギリスのジェリーテレグラフは放射線被爆による兵士の死亡を報じましたけれども、その情報源は明らかにしていません。私は、ウクライナの何人かの原子力専門家とインターネットを通じて交信していますけれども、この赤い森の被爆線量がどのくらいだったのか、あるいはその現在どのくらいの空間線量があるのかということについて問い合わせをしましたが、最初は教えてあげると言いつつも最後は結局教えてくれませんでした。やはりこれはかなり軍事的な機密になっていると思います。現在左の地図があれですね、あのチェルノビリの、あ、ごめんなさい、チェルノビリの、あ、これじゃないこれか、これだ、ごめんなさい、この辺りが赤い森ですね。で、これがですから赤い森で作った野営した跡なんですけれども、衛星写真で見るとこういう状態でこの赤い森に戦車や軍用トラックが入って、そして兵士たちはこの森の土を掘って野営する準備を整えて台所まで地下に作ったというような状況で、ここではですからすごく汚染度が高い土を掘り起こして、それを袋に入れて土のうにし、非常にもうむちゃくちゃな状況で兵士たちはここを去っていったわけですけれども、この後、まあ、あのウクライナの人の技術者が跡地の放射能を見ています。ですからこれはちゃんとデータは取っていると思うんですけれども、その線量については明かしてくれませんでした、まあ、あのチェルノビリの時のこの赤い森のホットスポットがたくさんあるという状況ですね。その中でもとりわけ皆さんもご存知のザポリージャ原発の状況ですが、チェルノビリ原発に続いて
欧州最大の原発といわれるザポリージャ原発がロシア軍に支配されたままの状況が今日続いています。その間砲撃による攻撃が四方からあり、4号機だけ稼働させてきたんですけれども、現在全6機が停止したままの状態で、一時は火災もあり、その火災は収まりましたけれども、断続して起こる攻撃が6回以上あり、ロシアかウクライナかどっちが攻撃したのかという双方が非難の応酬をしていまして、どっちがやったのか今のところはっきり分かっていません。何度も送電停止が起こり、20以上の非常用発電機を起動させてその場をしのいできていますけれども、現在も緊急事態下にあります。ロシア軍はここを軍事拠点化しつつありまして、ウクライナはおそらく彼らはザポリージャを軍事基地にしようとしているというふうに見ています。22年8月22日、ウクライナの国営原子力企業エルゴーネアトムは、もし過酷事故になった場合の汚染予測地図を発表していまして、ウクライナを含めロシアの1500万人に被害が及ぶと警告しています。この右の辻がそうですね。で、左の下の地図が IAEA のグロッシー事務局長をはじめとする査察団が22年9月と23年1月にウクライナを訪れ、ゼレンスキー大統領以下ウクライナの首脳たちと対談しておりまして、最初グロッシー事務局長はザポリージャ原発の周りに緩衝地帯を設けて、そこに軍隊が入れないようにするという意気込みで交渉に行ったんですが、実際にはロシアが決して引かないという状況で、緩衝地帯を作ること自体はもうほぼ交渉の上では不可能だと彼らは見まして、グロッシーさん自身はですから交渉の戦略を変えないといけないというふうに述べています。ザポリージャ原発原子力発電所及びウクライナエルゴネアトムの他の部門の財産及びインフラが占領者によって破壊され、つまりザポリージャ原発の周辺にある原子力関係の施設の建物もかなり破壊されたんですね。この写真にご覧いただいて分かりますように、こういうひどい状態に砲撃を受けてひどい状態になってしまって、損害を受けた費用は約7億ユーロ相当分を超えると言われています。エネルゴアトムは生じた全ての損害と損失を補償し、ロシア軍とともに犯罪と核テロ行為に直接関与している侵略国とその国、国営原子力企業ロスアトムの両方を裁判にかけるためにあらゆる措置を講じるというふうに声明していますけれども、実際にそんなことがロシアに対してできるかどうかは全く分かりません。オルガ・コシャルナさん、この人が私とインターネットで交渉してた人ですけれども、更新してた人ですけれども、ウクライナの原子力フォーラムの広報ディレクターをやっている方で、前ウクライナポリテクニック大学教授をしていた方です。まあ、推進派の原子力科学者ですけれども、まあ誠実に対応してくださる方で、まあ一応信頼情報源としては信頼がおけるなというふうに私は見たもので、彼女にいろいろ聞いてみましたけれども、その中で彼女が表明していることをここで書いてみますけれども、2022年以降ウクライナエネルゴアトムとロスアトムは全く協力もせず意思疎通もしていません。使用済み燃料はロシア連邦に輸出されず、新品の核燃料は購入されておりません。ロシア軍によるチェルノブイリ原子力発電所とザポリージャ原発の占領の目的は、原子力技術、
研究のために私たちのパートナーから提供された機器、ザポリージャの原発の近代化のための技術ソリューションに関するノウハウの窃盗、ウクライナと全世界への核脅迫をしているというふうに彼女は表明しています。それからエネルギー安全保障戦略は EU のエネルギー依存と供給途絶に対する懸念に応えて2014年5月に発表されました。欧州市民と経済のために安定的で豊富なエネルギー供給を確保することを目的にしています。ロスアトムへの依存度を下げるため核燃料や同位体濃縮ウラン転換サービスの供給を多様化するため8年の歳月をかけてきましたというふうに彼女は言うわけですけれども、実際いわゆる供給源の多様化ということは現在フランスは供給能力はほとんどないですし、まあ中国が供給能力はあるかもしれませんけど、今のところ海外に対する供給は行っていませんから、そういった意味でロシア以外にどういうふうにやるかといったら今のところウェチングハウスしかないんですよね。ですからそういう意味で、まあ、ウクライナは今後使用済み核燃料をどういうふうに処分するのか、そういう問題はまだ解決していないんではないかと思われます。この写真はIAEA の事務局長ラファエル・グロッシ氏が3月29日にザポリージャに2度目に視察した時の写真ですけれども、 IAEA のグロッシ代表はロシア軍に占領されたウクライナのザポリージャ原子力発電所を3月29日に訪れ、ヨーロッパ最大の原発電所の安全性を確保するための現実的な計画に取り組んでいると述べましたが、先ほど言ったように緩衝地帯を設ける交渉は失敗し、そのためにグロッシ氏はロシア通信社によると、私は全ての関係者が承認できるような現実的な対策を準備し提案しようとしていると述べました。しかし今のところはっきりした安全確保のための方針は決まっていません。大惨事は避けなければならない、私は楽観的でありそれが可能だと信じていると。グロッシの訪問はロシアの侵攻が始まって以来頻繁に砲撃を受けている南部ザポリージャ地方のある発電所にある発電所の安全性に対する強い懸念と重なっています。この地域全体で軍事活動が活性しているのは明らかだとグロッシは視察の際に述べていますが、こうした非常にもう緊迫したまた軍事的な圧力が強くなっているこの周りで一体どういう交渉が可能かどうか私にもよく分かりません。この間英国国防省がウクライナに提案している劣化ウラン弾を提供するということについて、グロッシさんはウクライナでのメディアのインタビューに答えて、その使用による放射能の影響はないと平然と答えました。その後2023年4月5日ラファエル・グロッシ事務局長はウクライナのザポリージャ原発の安全確保に向けた交渉をするためにロシアに滞在しまして、ロスアトムの社長 CEO アレクセイ・リハショフや他の関連組織代表と面談し、グロッシは原発サイトに武器や重軍事装備を一切保管しないように求めたんですけれども、リハショフはうんともすんとも答えていません。もう一つ最近のニュースですけれども、3月25日にプーチンが戦略核をベラルーシに配属すると発表しました。でこの3月25日に、ルカチェンコベラルーシ大統領はモスクワに行って、プーチンと会談してるんですけれども、
プーチンとベラルーシのルカシェンコは再び4月5日に面談しまして、具体的にどうするかということをしゃべったはずですが、メディアにその具体案ははっきり出てきていません。それではこの世界最大の原子力企業といわれるロスアトムとは一体何なのか、どういう会社なのかということですが、ソ連崩壊後の1992年1月原子力産業省が改組され、新たに原子力担当省庁として設立されたロシア連邦原子力省がロスアトムの起源でありまして、2004年3月に組織が再編され、中央省庁としてロシア連邦原子力庁となりました。その後、2007年12月にプーチン大統領が原子力庁を改組してロスアトムと改名されました。社員が全部で28万8500人、年商200数億ユーロで世界最大の原子力企業と言われているわけですが、このロスアトムの下に300企業を抱えていまして、核兵器も原発も製造する会社です。そういった意味ではフランスの CEA、フランス原子力庁と全く同じ組織です。世界にある440の原発中80基がロシア製でありまして、38の国内での原子炉を製造し、海外に42の原子炉を作っています。ウクライナに17、その上34基の原子炉を受注しています。受注している国はハンガリー、エジプト、トルコ、バングラデシュです。核燃料を供給するだけではなく、核兵器も処理し、また原発のメンテナンス、部品の交換も行っています。非常に格安の原発で、しかも建設費用のクレジットをロスアトムが負担しながら担保するという提案もしていまして、そういったために海外の国から発注が出ています。天然ウランを六価ウランに転換し、それを濃縮する作業、こういった作業も請け負っています。ロスアトムは EU の 25% の六価ウラン製造、31% の濃縮ウランを生産し、ロシアのシェアの世界のシェアの40から 46% に当たっています。2021年において米国の93基の原発の4分の1の核燃料を実はこのロスアトムが届けているわけです。世界のウラン消費国は全てロシアの膨大な濃縮能力を必要としています。福島原子炉の炉心溶融したコリウムの分析にロスアトムは協力しています。フランスの代表的な原子力産業の輸出品目、代表的なものがこのアラベルと呼ばれる蒸気タービンで、2012年フランスのアルストム社、このアルストム社は基本的にはフランスの鉄道、海外向けの鉄道の車両を作っている会社としても非常に有名な会社ですけれども、このロスアトムがアルストムがロスアトムと組んで、前から有名な原発用のアラベルという名前の蒸気タービンを売買しており、ロシアのカリングラードにあるバルチック原発2基のためのアラベルを受注しており、8億7600万ユーロの契約だったそうです。また中央制御室の管理制御システム、コンピューターシステムですね、これも売っていると。新しいロスアトム社は原子炉ができるたびに10億ユーロまでのフランス商品の売り上げがあると言われています。アルストム社はその後フラマトム社によって買収され、現在ではさらに UDF が買い取っています。フランスの電力会社 UDF というのは今国営化されつつあります。
EU、フランスのロシアに対する禁輸措置についてですが、まあ、核はすべて例外事項になっています。2月24日には EU は2度目の禁輸措置を発表したが、核関連産業はすべて例外となっています。ロシアとのあらゆる関係を断ってくれという欧州議会、北欧諸国、その上ウクライナのゼレンスキー大統領のさらなる要請にもかかわらず、核関連の攻撃は現在も続いています。ロシアの輸出は戦争が開始されてからも、継続され、昨年は 20% もその貿易の輸出量が増大していると言われています。英国王立安全保障研究所によりますと、昨年の3月から12月まで10億ドルを超えており、クライアントは西側諸国と NATO 所属国も含まれていると言われています。フランスはというと、ロシアとの3つの関係がありまして、第一に普通原子力庁 CEA と普通原子力産業はロスアトムとは昔からのパートナーであり、フラマトムは有名な原子力蒸気タービンアラベルと原発の中央制御室のシステムを供給してきました。また他の原子力企業は他の部品を販売しています。ロシア製の原発が一つ売れるごとにフランス企業は10億ユーロの儲けがあると。2番目にフランスはロシアにウクライナの再濃縮を下請けさせている。3番目にフランスはロシアから濃縮ウランを購入しているということです。まあ、それを見取り図にしてみますと、このスライドのようになります。ロスアトム社が世界に売った原発への部品を受注しておりまして、蒸気タービン、中央制御室などですね、先ほど今申しましたような具合です。それからロスアトムがフランス電力 EDF に濃縮ウランを供給しています。原子力発電を行っているこの富津電力公社、これが現在ロスアトム経由でシベリアセベレスクというところで使用済みウランの再処理を依頼していると言われていますけれども、実際にまあ、グリーンピースの調査によりますと、フランスのこの使用済みウランというものが本当に再処理しているのかどうなのかということははっきり確認できていないと、むしろそのシベリアに放棄しているんじゃないかと言われています。それから実際に一部ではもちろんシベリアサイトのセベレスクから再度濃縮されたウランの一部を回収し、廃棄物のウランはシベリアに捨てている状態、こういう状態がまあグリーンピースインターナショナルによって暴露されていますので、まあフランスとロスアトムの関係というのは非常に微妙な陰微な関係になっています。ヨーロッパ欧州連合、そしてその原子力ですが、 EU の起源は原子力とともに始まっています。まあ、私はもちろんあの国際政治が専門でないので、 EU については原子力に関する部分だけお話ししたいと思いますが、 EU が成立する最初の段階で欧州経済共同体 EEC というものができましたけれども、この EEC ができた1957年の3月25日2つのローマ条約が調印されて、EU の元となる欧州経済共同体、そして欧州原子力共同体ユーラトムというものが同時に生まれたわけなんです。1993年欧州連合条約によって欧州経済共同体が吸収された後も、どういうわけかユーラトムという組織は独立して活動しています。ユーラトム条約の主な目的は、最初のこの欧州経済共同体に参加した6カ国のエネルギー独立を
確保できる強力な原子力産業の発展のための条件を整えることであるということで、まあ、ヨーロッパ規模の、まあ、IAEA と言っていいかもしれません。2023年2月28日ストックホルムで開催された非公式エネルギー層理事会において、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、フランス、ハンガリー、フィンランド、オランダ、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニアの11の加盟国の官僚及び高官代表が、その朝欧州委員会とスウェーデン議長国と会談し、原子力分野での欧州協力強化の絵の約束を共同で再確認しました。産業用の再生可能水素の消費について2030年に 42%、 2035年に 60% という目標が設定されています。しかしドイツとスペイン、そしてオーストリアなどの他の国々は原子力発電による水素を考慮することを拒否しています。 NATO と核兵器ということで、起源は1949年なんですが、北大西洋条約に基づいて成立した西ヨーロッパの集団防衛機構、イギリス、フランス、ベネリクス三国の西ヨーロッパ軍事同盟にアメリカ、カナダなど7カ国が加わり、計12カ国で発足したのが NATO ですね。ソ連圏に対抗して北大西洋地域の安全と福祉のための相互の軍事的協力、集団防衛を訳したものが NATO ということなんですが、この NATO の国々に対して核配備をしておりまして、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、トルコが NATO のニュークリアシェアリング政策の一環としてアメリカの核兵器配備を受け入れています。4カ国に15発ずつの戦術核計60発が共有状態にありまして、トルコを含む NATO 諸国への配備は米軍所有も含めて約100発あると言われています。 NATO はしばらく死に体だったのが、ロシア・ウクライナ戦争によって活性化し、結束を新たにしようとしています。まあ、今回フィンランドが加盟しましたけれども、まあ、そういうことでバイデン米大統領はこの NATO を中心にまた世界の全体の支配のための大きな機構に使おうとしているわけですが、まあ、それが今後うまくかどうかというのはまだはっきり分かりません。まあ、このウクライナと核戦争ということで、ちょっとまあ思想的な意味でこの核戦争という悪夢、核戦争の危機ではどの戦略も最適ではない、それは相手の指導者が狂っていると主張すると同時に、その指導者との対決を先に屈服した方が負けるチキンゲームだと考えることである。このように自身を納得させることで、相手が狂っていても絶対に屈しないぞという思想によって、相手が破壊か、あるいは相手が狂っているから屈するという無戦敗のどちらかになるだろうと、最近ある人たちはこの最悪の組み合わせがこの現在の戦争の戦略の難に値するのではないかと認めつつあるようなのだということを、リヨン第三大学教授のオリヴィエ・ザジェック氏が表明しています。ここで少しウクライナ戦争から離れて、まあ、そもそも論として再度おさらいしてみたいと思うんですけれども、国際原子力ロビーとは何か、なぜ注視しなければならないのかということで、国際原子力ロビーを形成する主要な国際組織は何なのかということなんですけれども、当然 IAEA 国際原子力機関、それからアンスケア放射線影響に関する国連科学委員会、そして ICRP 国際放射線防護委員会、これは普通の市民団体 NPO なんですけども、長い歴史があるために大きな影響力を持っていまして、放射線防護の代表的な組織になっています。まあ、この組織がさまざまな勧告を出して
それが最終的に IAEA を通じて発表されて、各国がその ICRP の勧告を踏襲する形で自国の基準を決めているわけなんですね。それから WHO 世界保健機関に連邦という組織が1987年にできましたけれども、まあ、これはチェルノビリ事故の影響によって作られた組織です。それからもちろん世界中の原子力産業がこれに加担しています。その他放射線源を扱うさまざまな業界や研究医療組織もこの大きな原子力ロビーの中に含まれます。まあ、もちろん今私が話している国際原子力ロビーはどちらかといえば民生用の原子力についてのことでありまして、軍事用のための原子力のロビーという意味ではありません。国連の組織の組織図ですけれども、上の四角く囲われた部分はいわゆる世界の平和維持を扱っている組織で、当然、安全非常理事会、安保理、そして IAEA が安保理に直属した組織ですね。で、当然 IAEA というのは核散の防止に努めていると同時に、平和利用のための民生用の原発を世界に推進させるための組織でもあるわけですから、当然民生用の原子力にもかかっているわけですけれども、この上の世界の平和維持ということの枠組みに含まれるために、 IAEA は世界保健機関より強い力を行使しています。で、 IAEA と WHO は協定が結ばれていまして、WHA12-40 という覚書によって、チェルノビリのような過酷事故が起こっても WHO は独自に調査をしたり研究発表したりすることができません。あくまでも IAEA の合意を得た上での調査や研究は認められますけれども、それ以外に WHO が独立した研究や調査ができません。というわけで IAEA という組織を少し中を見てみますと、現在ラファエル・マリアノ・グロッシ事務局長、この人はアルゼンチンの外務省に勤務し、前 IAEA の官房長を務め、前 NATO アルゼンチンの代表でもありましたけれども、要するに国際政治の専門家です。外交の専門家でありまして、決して原子力や核兵器の専門家ではありません。このラファエル・グロッシさんの下に6人のサブディレクターがいまして、その一番左側、マーガレット・ドアーンさん、この人はアメリカの前原子力規制委員会のに勤めていた方で、現在 IAEA の管理局長をしています。その隣がナジャット・ムフタールさん、これはこの人は前モロッコ王立科学技術アカデミーの教育研究戦略の責任者で、現在原子力科学利用局の局長をしています。モロッコ人ですけれども、唯一欧米以外にの参加者としては、その隣の中国のファウ・リウさん、中国の国家原子力安全局の前局長官をしていた方で、現在彼が技術協力部長となっています。その下に3人、マッシモ・アバロさん、イタリアの放射線検出監視会社の専務取締役をしていた方で、欧州宇宙開発機関イタリアの旧原子力委員長などに勤務されて、現在は IAEA の安全保安局長となっています。
その隣ミハイル・チュダコフさん、このチュダコフさんはロシア人で、1999年4月からロスエネルゴアトム、これはロスアトムの株機関ですけれどもの会社の副総局兼ビリビの原子力発電所の所長も務めた方で、1993年から95年までモスクワとロンドンの WANO というのは世界の原子力オペレーターの協会ですけれども、この WANO のアドバイザーを務めています。現在 IAEA の原子力エネルギー局長を務めています。から一番右側がリディ・エブラールさん、この人はフランス人で1995年にフランスエネルギー省にエンジニアとして入所し、エンジニアリングの分野で自分のキャリアをスタートした人ですけれども、その後環境省の産業研究環境局パリ地域のユニット長などを務めながら、原子力安全局 IASN のパリの副課長、労働省の廃棄物廃炉燃料サイクル施設の燃料施設の研究施設汚染土土壌浄化課の課長を務めて長く務めていて、現在は IAEA の原子力安全と危機管理局長を務めています。まあ、このように多彩な顔ぶれですが、まあ、かなり世界中の、まあ、原子力のリーダーたちが リーダー国である国の代表者たちが集まって原子力推進と、まあ、拡散の防止に努めているわけですが、まあ、こういった人たちが常に中国人、ロシア人、イタリア人、アメリカ人、フランス人が集まって常に、IAEAにかかってくる問題を討議しているわけですね。こういった人たちが結局このロシアウクライナ戦争においてもさまざまな対話を交わしながら IAEA の態度を決めているわけで、グロッシさんはその中で安保理と連絡を取りながらIAEA の態度を決めているというふうに考えてよいかと思います。国際原子力は原子力ロビーというのは一体今どうなのかということに関して、原発事故に関してはチェルノビリと福島事故の矮小化と否定をしようと、これがまあ国際ロビーアトミックマフィアの結論です。ですからチェルノビリ37年経った今日でもチェルノビリの状況はもちろん石棺は新しい石棺が作られて大きな丸いかまぼこ型のドームが作られましたけれども、犠牲になった汚染地帯に住む人たちの健康状態という意味では決してチェルノビリ事故は終わっていないのです。未だに子どもたちの 80% 近い子どもたちが病気です。ベラルーシ、ウクライナも含めて多くの子どもたちが健康状態を取り戻せていません。それから、今現在、ベラルーシから冤罪で追い出されてウクライナでのキエフで長く研究活動を続けていたバンダジェフスキーさんという医学者がいますけれども、彼はチームを作って欧州連合から基金を得てその後のチェルノビリの健康状態、子どもたちの健康状態をずっと研究して、現在ウクライナ戦争が起こったために身の危険を感じてチームとともにアイルランドに移住していますけれども、彼の報告によりますとやはり今申し上げたようにウクライナの子どもたちの状況も非常に悪いということで、チェルノビリはあたかももうすでに終わったことのように考えられていますけれども、37年経った今日でもまだまだ健康を回復するためには
治療も必要だし保養も必要だしという状況であることは間違いありません。それからこのアトミックマフィアはこの最近の動きの中では劣化ウランの放射能による被害はないと否定していまして、イラク戦争の時にもかなりこの劣化ウランのによる放射能の悪影響というのは言われたわけですけれども、欧州議会などでも発表され結構話題になったはずなんですけれども、まあ英国は平気でこの劣化ウランのウクライナの提供を申し出ているわけなんですよね。時間はまだあるかな、そろそろ、そろそろですね。ですから最後に原子力ロビーがなぜ重要かという意味で、原子力国際原子力ロビーというのはどうしてもいろんな組織の名前がアルファベットで書かれるために日本人としてもこう馴染みがなくて、どう一体どういう組織なのかよくわからない、つかみがたいところもありますけれども、そもそもですね、この彼らが作っている国際基準、放射線防護の国際基準というのはデータベースは広島長崎の原爆のデータなんですね。でしかもこのデータは ABCC という米国が作った組織が行った調査のに基づいているわけですが、まあ医療調査はしたけれども治療はしない組織として有名で、まあ実際爆心地から2キロ以上離れた人でところに住んでいた人で、まあかなり被爆した人でもその後原爆投下の後避難するために市から出て郊外に避難した人たちは調査の対象に入っていません。それから2キロ以上離れたところの人たちの状態というのも調査されていません。また遠くで黒い雨に当たって被害を受けた人もそのデータベースに含まれていないんです。ですからそもそも彼らがデータベースとしている広島長崎のデータそのものも 100% 信頼できるものではないわけですね。先ほど言いました2機関の間の合意 WHA12-40 があって、これが1959年に成立していますから、このために WHO は独自の調査ができないということなんです。まあ全くこれと同じような覚書が今日福島の福島に来た IAEA が福島県と環境省それから福島医科大学と結ばれていまして、IAEA の合意がなければ彼らが行うさまざまな研究も発表できない、こういう状況になっています。まあ、ちょっと時間がないので飛ばしていきますね。ですから WHO はじゃあ一体何をしているのか。 IAEA は福島県の三春町に活動拠点を持っていまして、環境創造センターというものがありまして、その中の一部に研究棟というものがあり、その横には資料館があって福島事故の内容をそこで展示しているわけなんですけども、そこの建物の左側に研究棟というものがあって、 IAEA はそこに研究施設を置いています。でそこですでにできてからIAEA の研究チームは汚染土のさまざまな使い方を研究していまして、おそらくその時から新宿御苑に向けて汚染土を50センチ下に埋め込んで、その上から汚染していない土をかぶせて実証実験をすると言っているわけですけれども、おそらくこの実験も最初は IAEA がその三春町の研究チームによって行った研究ではないかと私は睨んでいますけれども、おそらくそうでしょう。これは非常に複雑な原子力ロビーの相関図なんですけれども、
私はこれをずっと自分で調べて少しずつ書いてきまして、まあ、この図は2016年現在の見取り図なんだけれども、まあ、さまざまな組織がさまざまな機関と結びついていろいろなことをしていると、まあ、これ説明している時間はないので、もしこの地図をもうちょっと拡大してみたいということがいらっしゃいましたら、私にメールアドをください。私はそれを送って差し上げます。先ほどちょっと話を出しましたけれども、 WHO の連邦という組織、放射線緊急医療準備支援地ネットワークというのが1987年に作られて、この組織で活動している人たち、これ見るともうすぐ分かりますよね。山下俊一さん、児玉和則さん、こういった、まあ、御用学者がこの連邦という組織の中心になっていて、そして、まあ、この中には丹羽大面さんもいらっしゃいます。高村昇さんもいらっしゃいます。こういった形で日本の最も御用学者で、私たちから見れば一番危ない科学者たちがこの連邦の中心におりまして、彼らがほとんどですから、こういった福島事故やが起こるとすぐネットワークを組んで、どういう放射線防護の基準を作ったらいいかっていうのはもう決めちゃうわけですよね。ですから山下俊一さんが 100ミリシーベルト以下では重大な病気になることはない、がんになるようなことはないということを言って、日本の国内では結構それが物議を醸し出しましたけれども、ここにいる人たちはみんなそう考えてるんですよ。ですから彼一人じゃないんです。みんなここにいる人はそう考えていて、それが当たり前だと思ってますから、そういった意味では山下俊一さん個人を攻撃しても始まらないと、ここを打たないとダメです。ですから原子力ルビーそのものを攻撃しないと、こういった状況が良くならないということですね。ではこれでおしまいにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。小西さん、本当になかなかその日本で暮らしていると視野の外に落ちてしまう、まあ、原発に反対していてもなかなかこう、まあね、やっぱり何でもそうだと思うんですけど、目前にいる悪者が全部悪いと思いがちなんですけども、本当にね、やっぱりこう悪者の団体っていうのは隠れていて、そこでいろんなことを決めてるわけなんですね。でそれが回り回って、実はその IAEA のような組織が、で我々がまたいろいろなところに IAEA が出てくると、各不拡散をそのために働いてるんだとか、すごくその第三者的な客観的な団体として、例えばザブリージャに視察に行ってるんだとか、そういうふうについつい思いがちですけれども、まあ、実はその、しっかり副ディレクターの中にロシア人がいるというようなことは、全く日本のメディアだけ見てたら知る機会ないんですよね。でその共犯関係だけでロシアだけが悪いのではなくて、こういう構図の中に、まあ、全部埋め込まれていると、まあ、やっぱり今回の戦争の直接の原因ではなくて、やっぱり背景というかですね、構図的になぜその、まあ、こういう事態が起きているかということを理解するためには、今その、コリンさんがお話しくださったようなことをについて、やっぱり理解を深めていかないと、まあ、いけないということを改めて、よく分かりました。それでは小出さんからコメントいただければと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、お疲れ様でした。小出博明と申します。8年前からまず都市民になっています。ここに今京都大学の原子力人権所というところで、原子力の研究をしておりました。今日コリンさんが国際原子力ロビーについて詳しくお話をくださいましたの でそのことはもう私が何か付け加えることは一切ないと思います。ちょっと別のことを私はこのコメントをしたいのですが、今コリンさんがザポリージャ原発のことにちょっと触れてくださいました。ザポリージャ原発には、今コリンさんがお話しくださったように VV
ロシア製の100万キロワット、一つ一つが100万キロワットの原発が6基あります。合計で600万キロワットというヨーロッパ最大の原子力発電所です。そこが今戦場に飲み込まれてしまっていて、ロシアがそこを占拠しているという状態になっています。ただし、ロシアがザポリージャ原発をもし破壊するようなことになると、どこが被害を受けるかというと、ドニエプル川の東側、つまり親ロシア系の住民が住んでいる場所、そしてロシアという場所が最大の被害を受けることになってしまいます。で、先ほどのウクライナが評価した汚染地図というのもそのことをはっきりと示していました。つまりロシアがザポリージャ原発を破壊することは法的な命令としてはないと私は思います。なんとかザポリージャを守らなければむしろいけないという、そういう状況だと思います。ただし戦争というのは何が起きてももう不思議ではないというのが戦争ですの で、もしザポリージャ原発が破壊されるようなことになったらどうなるんだろうかということを私自身も大変心配しながら毎日を過ごしています。ただし、ザポリージャ原発は、6基ですけれども、今世界には440基の原発がありますし、日本でも、福島の事故が起きるまで54基が動いていた。今は9基10基ぐらいしかまだ動いていませんけれども、でもそれだけの原子炉がこの日本という場所にもあるわけですね。で、皆さんご存知だと思いますが、12年前に福島原発の事故が起きました。そして3基の原子炉が溶けてしまいまして、中から放射能が出てきたのですけれども、出てきた放射能は原子炉の中にあった放射能の 2% です。私セシウム137という放射性物質を100度に測っていますけれども、炉心の中にあったセシウム137のわずか 2% だけが出てきたんです。残りの 98% はまだ福島の原発の中にどこにあるかわからないまま存在しているのです。で、たった 2% が出てきて、そのうちの 80% は日本というこの国にとってはありがたいことに偏西風に乗って太平洋に流れていってくれたんです。で、わずか 20% だけが日本の国土に降りました。つまり 2% 出てきたうちの 20% だけが日本の国土に、つまり 0.4% という放射能が降っただけで、東北地方と関東地方の広大な地域が放射線管理区域に指定して、本当なら人々をそこに入らせてもいけないというほど汚れてしまったのです。原発の事故というのは本当に大変なことになるわけです。そして日本という国では、今岸田さんという人が政権を取っているわけですが、朝鮮民主主義人民共和国という国を大変敵視していまして、その国がミサイルを撃つと挑発行為をしているというわけですけれども、なぜ朝鮮民主主義人民共和国がミサイルを撃っているかというと、ロナルド・レーガンを含めて米軍が韓国軍と一緒に周辺で大演習を繰り広げているわけです。今もそうですけれども、それに対して朝鮮民主主義人民共和国という国が対抗としてミサイルを撃つというようなことになっている。でも日本ではとにかく北朝鮮という非常に危ない国が悪いことをしているという、そういう宣伝ばっかりでして、ミサイルを撃ったというと J アラートなるものが発令されて、地下に隠れろとか、子供たちは机の下に潜り込めとか、そんなことを国が大きな声で宣伝するという状態になっているわけです。私は冗談ではないと実は思っています。もし本当に北朝鮮という悪い国が日本にミサイルを撃ってくるというようなことを心配するのであれば、まず日本中の原発を止めなければいけない。原発が破壊されたらそれがもう猛烈な汚染源になってしまう、原発が原爆になるというような言葉もありますけれども、膨大な放射能が考
環境に出てきてしまうということになりますので、敵地、敵国に原爆を落とすミサイルで撃ち込みなんてことは必要ないんです。原発を壊してしまえばそれではるかに巨大な被害を与えられるということになりますので、本当に戦争を心配するのであればまずは原発を止めるということをやらなければいけないのですが、岸田さんはそうではありません。一方では戦争が来るぞ来るぞと言って、防衛費を2倍に上げようとか、しているわけですし、一方ではまた原子力を復権させるというようなことを言っているわけで、本当に支離滅裂なあの国だと私は思います。そんなことも含めて、皆さんにはこれから考えていただきたいと思っています。以上で。小出さん、非常に重要なあの問題提起ありがとうございました。